はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです、えー。今回の動画はちょっとね、短めにしたいと思います。ステップアップツアーの開幕戦ですね。ヤンマー・花坂レディースゴルフトーナメント初日の結果です、まあ。皆さんにね、優勝予想をしてもらいましたけどね。最後にコメント読まさせていただきますけども、優勝選手当てたらね、オリジナルグッズ、あの T シャツかなんかをね、作ってね、差し上げようと言っておりました。 で、プレゼントをね、餌に再生数を伸ばす行為っていうのはダメらしいんですよね。どうも。<laughs> なので、ちょっとね、メディアブルの方でやりましょうかね。一応ここで、あのー、優勝予想とかね、募集はするんですけど、コメントに書いてくださいとかじゃなくてね、なんか、あのー、応募フォームとかを概要欄に載せて、そこでこう書いてくださいと。それで当たった人に差し上げますよとかね。それか、 あのー、今、メディアブルっていう方でね、あのー、再生数にとらわれずにファンの方に喜ばれる動画を作るっていう月額制の媒体があるんですよ。まあ、ファンの方は、まあ月額料金を支払って、で、まあ作る方はもう再生数気にしないでね、その料金払ってくださってる方に、こう、喜ばれる動画を、あの、作るという。 そういう媒体がメディアブルって言うんですけどあるんですよ。まあ言ってみれば YouTube のメンバーシップみたいなもんですね。そこで今見るだけプランの方はね、280円って言ってね、あのやってますけど。まあちょっとね、調子悪いんですよね、メディアブルね。あの、ライブ配信とかやるとアーカイブが残んないとかね。なんかこう、うまくいかないんで、ちょっとね、 あの動画あんまり上げられていないんですけどね。まあたまにね、あの、ビール飲みながらね、お話しする、皆さんとお話しする、もうズームでやれよって感じだけどね、そういうメディアブルでね、酒飲みながら喋ったりとかたまにしてるっていうね、あの、やつがあるんですよ。そちらに、まあ今見るだけプラン280円だけど、ビジネスのこと喋ったりするのは480円かなで。もっと月額料金、 高額にして、例えば、最新の、こう、ドライバーとかね。あの、アイアンセットとかね。<laughs> なんか、あの、たくさん入ってくれる人がいれ、いたら、その、あの、月額料金を還元するっていう形でね。YouTube は厳しいけど、メディアブルそういうのないんで。だから、そういうふうにしていこうかなと。今後ね、今後、あの、まずは、一発、このステップアップツアーでやって、とか。 まあ、締め切りも、今回はもう締め切っちゃいますけど、あの、予想が、まあ、予選落ちが決まって、決勝ラウンド始まる前まで、ぐらいにしようかなと。まあ、あの、最終日が始まる前っていうと、ちょっとね、あの、当たる確率がガーンと上がるんでね、大体いい決まっちゃうからね、このメンバーの中だよねっていう感じになってしまうのでね、 なので、そういうふうに決めたりとか、今後していこうかなと思いますね。はい。で、結果なんですけどもね、北海道の藤田光選手が、新婚さんいらっしゃいって感じですね <laughs>。新婚さんが頑張りましては、藤田光ちゃんって鶏肉食えないんだって <laughs>。嘘でしょって鶏肉食えないって何食ってたのと思いますけど、まあでも克服したいって言ってましたね。 まあ、親子丼とか、その辺から始めたいと。まあ、旦那さん、鶏肉食うでしょう、そりゃ。料理しなきゃいけない時もあるでしょ。唐揚げ食いたいとかって言い,言い出すんじゃないそのうちね。はい。お子さんができればね、まあ、それなりに料理作らないといけないだろうし。えー、苦手ですとか言ってらんないもんね。でも、どうなんだろうね。藤田ひかりちゃんがガンガン稼ぐようになったらね <laughs>、旦那さんが作るようになるかな。<laughs> わかんないけど。 はい。そして、高久美奈美ちゃん、長島花音ちゃん、西山ひかりさんが、あ、ひかりさんじゃない、ゆ,りゆかりさんが、一打差の2位タイですね。まあ、昨日も言いましたけど、高久美奈美ちゃんは、3月21日から22日に行われた、あの、長谷港グループのね、DSP の、あの、大会で見事優勝してますのでね。まあ、これは来るかなとは思ってたけど、やっぱり調子維持してるようですね。はい。 それと、えー、中野エリカ選手。まあ、ステップで優勝したいと。ね、目標を立てておりますけど。まあ、プライベートではね、ピクミンを集めるとか言ってましたね。ピクミンがよくわかんないんですけど、私ね。はい、ゲームあんまりやらないんで。ゲーム好きだけどね。パソコンのゲームとかはやるけど。ね。はい。あの、中野選手は、ジョーさんかなあの、お城の城って書いて、ジョーさんかなが、 あげてくれてましたね。中野選手を応援してますと。優勝予想をね。はい。で、奥山優利選手はいなかったけどね。いとこのね、奥山淳奈選手をあげてくれた人いましたけどね。はい。で、関ゆうてんちゃんが今日ね、あの、ゆうてんちゃんのインスタのアカウントで、15番のパー4のショットインイーグルの映像をね、出してくれてましたね。ワンバウンドしてピンに 今度当たってそのままガコンと入っちゃうっていうね。素晴らしいショットインイーグルが見られましたよ。はい。北海道の成沢由美ちゃんも頑張ってほしいですね。それから次ですけどもね。次のページは、はい。菅風花ちゃんを、あやっぱりたくさんの方がね、優勝予想してくれましたね。えー、誰だったっけなヒロンさんとヨシヤキさん。あと、ジュンジュンさんかな。はい。 まあ、三名いましたね。まあ、山田沙穂ちゃんは私を押しますけどね <laughs>。山田沙穂ちゃんさ、なんかね、あの、プライベートでは、まあ、目標何ですかって言って、まあ、みんなステップアップツアー優勝しますっていうのが、みんなゆ、あの、目標なんだけど、プライベートは何々ですって、両方言うんだけど、山田沙穂ちゃんだけどね <laughs>。 あの、優勝とか何も言わずにね、プライベートの方だけ行ってましたね、夏に北海道に釣りに行きますと。<laughs> 祭りが好きなんですよ、サホちゃんね。春に北京をいつもね、釣りに行ってるらしいんですけどね。まあ、何でもいいけど、喋り方が可愛い,い。もう、もう、いいよ、何でもいいよ。もう、可愛い。<laughs> とにかく可愛い,い。ね、いいですね。山田サホちゃん。ほんと。 はい。喋り方が可愛いだけでも本当に幸せですね。はい、あと左側にアンナ二人がね並んでますけど、コ野ナ・アンナ選手ね、前から思ってたんだけどね、畑岡奈紗ちゃんとさ、桑木志保ちゃん足して2台はあったような顔してるよね。<laughs> はい。まあ、どうでもいいんですけどね。はい。それから次のページ行きましょう。あのね、一人欠場が出たので、まあ、繰り上がりで出場するようになった。 菊池明美選手ですね。菊池エリカ姫のお姉ちゃんですね。はい。頑張ってほしい。頑張ってください。それから、えー、奥山純奈選手、いましたね。近藤さんだっけな。はい。それと北村響樹選手を応援している次元さんですね。はい。村田あゆかちゃんをしてるのが、村田あゆかちゃん、ひーボーさんかな。はい。あ 優勝予想してくれてますね。村田愛香ちゃん今日さ、あの、11番でトリプルボギー打っちゃったんだよね。2バーディー、1ボギー、トリプルボギー、1トリプルボギーで2オーバーだったんですよ。ねもったいなかったね。どんな感じだったのかな。はい、そして次のページですね。成田美鈴選手を予想してくれたのがゴルフ13さん。はい。 それから、大井出水希選手を上げてくれたのが、伊沢マットさんかな。はい。それから、はい。あと、清本美奈美ちゃんを上げてくれたのが、静尾富さんかな。はい。そして、金組を上げてくれたのが、一郎さんと岡さんですね。二人いました。それから次のページ、藤井美優選手を上げてくれたのが、 あだ名はルパンでしたさんですね。はい。のんちゃんもここなんだよなポーオーバー。ね。増田夢ユちゃん言い忘れたけどね。まサダ夢メちゃん応援してます。はい。増田夢ユちゃんはね、あれなんですよ。あの、目標は、まあ優勝なんだけど、プライベートではね、18.44メートル投げられるようにするとね。 あの、野球が大好きなんで、始球式に出たいと。で、始球式に出るとね、18.44メートル投げなきゃいけないと。それに届くように練習したいって言ってますね。はい。まあ、サクゃんはね、はい、ワンバウンド投球になってしまったけどね、札幌でや、やりましたけどね。はい。どうなのかな優勝とかしてね、始球式出れるようになるのかなわかんないですけどね。 はい。それから次のページは、まあ、松田玲ちゃんもダメだな。8オーバーですって、初日。きついね、これはね。挽回できないかな。もう、もうチャージかけないとダメですね。はい、西矢田萌香ちゃんもね、9オーバーとちょっと苦しいですね。はい。まあ、もう、あの、締め切りますけどね。まあ、なんとか、あの、今後、いろいろ考えながら企画を立てていきたいと思いますね。 なんか皆さんがね、ゴルフの結果だけじゃなくて、何か違うことでもワクワクできるようにね。はい。なんとかしていきたいと思います。はい。ちょっと、あコメントを読もうと思ったんですけどもね、来てるかな来てますかね。はい。ちょっとさっき、えー、出したやつに来てるだけぐらいかな。はい。あ、読んじゃったね、もうね。 成田美鈴選手に、えー、旦那に一票っていう人が <laughs>、ね、ゴルフ2424 24さんがいましたけどね。はい。成田美鈴選手。えー、あ、これがゴルフ13さんか。はい。みんな面白い名前つけますね。はい。ということで、はい、今回は短いですけどね。はい。また明日、あの、やっていきたいと思います。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた